芸能界特技王決定戦てっぺん。さあ、てっぺんピアノ決勝戦がいよいよ始まります。世田さんは前回もこちらの会場でご覧になられましたよね。はい、私はね、岡添さんの時にもらい泣きをしてしまって、それでスタッフ内であんな世良は見たくなかったとちょっとプチ炎上しました、ね、だから今日は泣かないように頑張ります。独特の緊張感がねありますからね、はい、では早速参りましょう。まず最初の挑戦者はこの方です。てっぺんを狙うのは岡添真紀。昨日は各地で大荒れとなりました。フジテレビの朝の顔として目覚ましテレビに出演する彼女は、昨年好きなキャスターランキングで4位に選ばれるなど一躍大ブレイク。ピアノとの出会いは3歳。プロの音楽家を目指し毎日本格的なレッスンに明け暮れた実力派。しかし前回出場した準決勝では緊張からミスを連発。6位で決勝進出を決めたものの、てっぺんの緊張感に押されメンタルの弱さを露呈した。セラさんにも涙がそして今回の課題曲は前回よりレベルアップ。その中から岡添が選んだのはモーツァルトのアイネクライネナハトムジーク。この曲を演奏する上でポイントとなるのは、オクターブの跳躍。両手がともに8音離れた状態で跳躍を繰り返すため、ミスタッチの可能性が非常に高い難曲。失うものは何もないので、とにかく全力でぶつかるだけで、もう逃げない、怖がらない。メンタルの弱さを克服しピアノてっぺんを取れるのか。ここからの放送は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。岡添さん、今回トップバッターです。いかがですか？いや、もうこの準決勝から決勝までの期間は本当に生きてる心地がしないくらい、ずっと頭の中にピアノピアノってあって、でプレッシャーはすごいんですけども、出るからには少しでもいい演奏をできるようにと思って、なんか生きていました。生きていました。緊張はされてますか？もうずっとしてます。もう何日も前から。そうだね。では改めてルールをご説明いたします。はい、まずは番組が定めた課題曲6曲の中からお好きな曲を選んで演奏していただき、審査員による採点を行います。しかしミスをするごとにあちらの炎が順々に点灯していき、ミス1回につき2点減点という厳しいルールとなっています。ただしミスを恐れて単調に弾いてしまうと、その分点数は伸びにくくなってしまいます。ミスを最小限に抑えて素晴らしい演奏ができた得点上位3名がファイナルステージに進むことができます。では参りましょう。岡添さんによる運命の演奏スタートです。明日のフジテレビは7時からは爆笑キャラパレード2時間スペシャル。あのミラ・ジョボウィッチがキャラパレに。さらになんちゃんのスペシャルコント、そしてマッスーが動物園で大絶叫。ビーフが全然足りません。9時からはハッピーフライト、笑いと感動に包まれた映画の旅へテイクオフ。フジテレビ BBCU。増毛の未来はネオが作る。
どのエリアにも思いのままにボリュームアップ。これぐらい、さらにそれともここまで行くか、自由自在に髪の量をコントロールできるバイタル X メン誕生。今1000本9600円。アデランス。やはりこれまで以上の緊張感がありましたか？練習ではもうちょっと弾けてたんですけど、本当すごい悔しいっていう気持ちでいっぱいです。さあでは審査員の皆さんにも聞いてみましょう。さあ服部さん、申し訳ないですけど、やっぱりあの演奏だとちょっといい手はつけられないですね。多分もう一回やれるということがあるならばもっとすごい演奏をやれたと思うんですけれど、まあ、こういうところに出てくるっていうことになると、やっぱり精神的にもきちっと自分をコントロールして、弾き始めすごく躊躇しておられたんで大丈夫かなと思ったんで、やっぱりそれがちょっと当たってしまったのは残念だと思いましたけど、まあお疲れ様でした。ピアノ嫌いにならないからね。ありがとうございます。では審査員の皆さん、岡添さんの採点をお願いいたします。今回は3名の特別審査員と50名の一般審査員に委ねられます。先ほどの演奏ミスは12回でしたので24点の減点となります。さあトップバッター岡添さんの得点は
すると225点。225点となりました。岡添さん、いかがですか？そうですね、本当にごめんなさいって気持ちでいっぱいです。いや、謝ることはね、ないと思いますよね。この緊張感の中で弾くって相当大変ですしね。トップバッターでね、岡添の涙で幕を開けた波乱の決勝戦。この後演奏するピアニストたちの運命は。てっぺんを狙うのは松井咲子。 AKB48 のメンバーとして活躍していた彼女、4歳からピアノを始め、コンクールでは数々の賞を獲得。音大に入学しピアノを専攻すると、過去のピアノてっぺんでは2度も頂点に君臨。しかし準決勝ではまさかの3位通過。そんな松井が選んだ課題曲はチャイコフスキーの花のワルツ。この曲を演奏する上でポイントとなるのは高速オクターブの連続奏法。8音以上離れた音を同時に高速で弾き続ける高難度のテクニック。ミスタッチのリスクは高いものの、これを弾き切れば高得点が期待できる。ミスしてももっと攻めていきたいなっていうのはすごくありますね。元女王のプライドをかけ、てっぺん奪還を誓う。瀬さん、はい、ミスを恐れずに攻めていきたいとおっしゃっていましたが、そうですね、今までは1回ミスするごとに結構弾きながら引きずっちゃったりとか、考えながら弾き続けることが多かったので、気にせずに楽しく演奏したいと思います。いつもに比べて落ち着いてるなっていう。落ち着いてるんですよね。笑顔もね、出てるしね。岡添さんの見てらっしゃいました？はい、裏で聞いてました。もうこの緊張感はもう本当に他の演奏会ではないような緊張感なので、怖かったですね。まあ、怖かった、はい。では松井さん、運命の演奏スタートです。Thank you.
緊張しましたか。すごい途中からもうどん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 ワルツっていくから、ワルツってかっこ悪い、ワルツってんなと思ってて見てたんですけどね、安心して見てられましたね。滝本さんいかがでしたか。あの緩急の中にもこう強さがあって、すごくあのうっとりしちゃって引き込まれたというか、すごく優雅な気持ちにさせていただきました。はい、さあでは審査員の皆さんにも聞いてみましょう。畑さんいかがでしたか。はい、この曲はもともとオーケストラの曲だから、もっと音色に変化があってほしい。そのためには肘が硬い、だから肘をもう少し柔らかくして、そこをもっと出せれば素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。かなり高度なアドバイスでした ね、 ね、うん、肘が僕らにはわからないね。そうですね、今の分かりました。はい、もう本当にもう畑さんのおっしゃる通りで、よく昔から言われてることだったので、ここに緊張が出たのかなっていうのはありました。さあでは松井さんの採点をお願いいたします。ミスは2回でしたので4点の減点となります。さあ松井さんの得点は、そして一般審査員の得点を合計すると334点。松井さん暫定1位になります。ありがとうございます。3投目は来ました。あなたの肌にプレミアムな優しさを、生まれ変わった幸せ素肌、新開発ふわぽこ吸収シート、吸っても吸っても経血を表面に残さない、つけたてのふわさだ感が続く。肌はもっと幸せになれる。ロリエ幸せ素肌新発売。ニトリのソファーの秘密、木目を互い違いに重ねる積層構造をソファーでも採用、丈夫さを追求しました。こんなところもお、値段以上ニトリ。選べる3色でもっとあなたスタイルに、ニトリのシステムキッチン、さらに使いやすくスマートに、お、値段以上ニトリ。やはり車の CM のラストは走行シーンですよね。そうだね。おいおい失礼しました、間違った CG 乗っけちゃいました。頼むよ、ビッツって車はコンパクトで小回りが利くってことで売ってきたんだから。 This is Bits Hybrid。 パパ私に見とれてる。くつろぐ君がモロキューみたいだから。そんなに美味しくないよ。自分を卑下する癖良くないぞ。好き。 1LD カートヨタのくつろぎスモール、ルーミー誕生。てっぺんを狙うのは村上奈々。栗山千明が所属する芸能事務所のモデルで、あ、デスクで CM などでも活躍する彼女は、たっぷりはかどり、正真正銘のピアノエリートだった。ピアノ講師をしていた母と調律師の父のもとに生まれ、3歳からピアノに没頭すると、日本最大級のコンクールピティナピアノコンペティションで9年連続本選に出場し、優秀賞を受賞するなど、数々のコンクールでその才能を発揮。東京音楽大学ピアノ科を卒業し、ハンガリーの名門リスト音楽院でピアノレッスンを受けていた超本格派。準決勝は4位通過となったが、その高い表現力で聴く者の心をつかんだ。そんな村上が選んだ課題曲はジョルジュ・ビゼーのカルメン闘牛士。この曲を演奏する上でポイントとなるのが、曲中にたびたび現れる鍵盤の連打。さらに終盤になると2つの鍵盤を高速で連打。
正確さとスピードが重要となる。ピアノエリートに負けは許されない。その実力を出し切り、てっぺんを狙う。実力的にはもう、はい、そうですよ。実力を出せればね、上位に絶対組み込む方ですから。でもこのてっぺんが何が起こるか分かりませんからね、それに打ち勝つってことですよね。はい、そうですね。あのお父さんお母さんは何て言ってました？なんかあんなしょっぱなからミスするんって言われました。結構厳しいんだよ。前回の悔しさを払拭することはできるのでしょうか。では村上さん、運命の演奏スタートです。悔しいこともあるんですけど、まあ、でもでも頑張ったと思います。村上さんなんか体全体で弾いてるような弾き方するから自分らしくね、こうやろうとする姿勢がね、引き込まれますよね。だからこの曲って始まって終わりまでみんなが知ってるメロディーじゃないですか。僕夕方子供の時に頑張れベアーズっていう、はい、これが流れる再放送、うん、あの子供に戻った気分です。村上さんの採点をお願いいたします。なお村上さんのミスは5回でしたのでマイナス10点となります。さあ村上さんの得点は一般審査員の得点を合計すると309点。現在暫定2位です。村上さん309点という得点いかがですか？いつも通りに弾ければいいんですけど、やっぱりこの空気に負けない自分を作るのは大事なので、それがやっぱりまだ足りてなかったので、はい、ありがとうございます。
てっぺんを狙うのは長里浅野。元サッカー女子日本代表でワールドカップではなでしこジャパンのフォワードとして活躍。素晴らしいシュートが決まりました。姉はドイツブンデスリーガに所属する長里勇気。兄もプロサッカー選手の長里元気というサッカーエリート。そんな彼女のもう一つの特技がピアノ。3歳でピアノと出会うとサッカーとの両立の中非凡な才能を発揮。前回準決勝では僕はずっとヘラヘラ笑ってよく言われるんです。サッカーの時でも言われちゃって。しかし演奏が始まるとサッカーで培われた勝負強さを発揮。長里さんが初出場ながら見事決勝進出を決めた。自分が今まで経験したことのない緊張感の中で、サッカーで言ったらちょっとコート全体を見渡すじゃないですけど、一個上から見てるみたいな感じで、それになった瞬間ちょっと丁寧に弾けたかなと思います。そんな長里が選んだ課題曲はシュトラウスの美しき青きドナウ。この曲を演奏する上でポイントとなるのが、曲の中盤に登場する両手の素早い移動。10音以上の跳躍を左右同時にこなす落ち着いた指使いが求められる。差はやっぱあるんで、練習を重ねてその差を埋めれるようにして、日本代表がワールドカップで優勝するぐらいの下克上を起こしてあります。サッカーの頂点を極めた女がピアノの頂きてっぺんを目指す。ピアノてっぺん決勝戦はここから過酷なサバイバルとなっていきます。長里さんの演奏が終わった段階で長里さんもしくは岡添さんが脱落となり敗退が決まります。今のお気持ちはいかがですか？ちょっと緊張してってます。そうですか。いやいや緊張すると笑ってしまうんですかね。ちょっと歯が出やすいです。そういう時は俯瞰から見るんでしょ。なんか、はい、弾いてる時に、あ、わーっと、はい、でもたまに俯瞰から見すぎて本当別のこと考えちゃう。違う。やばいやばい。 いや、 すごいよ。やめて。さあここで最初の脱落者が決まります。岡添さんの得点は225点ですけれども、超えられる自信はあります。さあでは長里さん、運命の演奏スタートです。キュキュッとクリア除菌。クリア除菌ってどうしてクリアがついてるの？それは今まで落としにくかった汚れまで落とせるから。例えばミルクのくすみには菌がこんなに。だからクリアに落とさなきゃ。クエン酸効果でくすみを剥ぎ取って一気に。ほら、わあ、クリア除菌でまっさら清潔。これがキュキュッとクリア除菌。ここまでの放送は花王と、大きく息を吐きました、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
キッチンの広いお部屋探したいの。あんだってじゃあネットで賃貸。ほれほれネットで賃貸。オッケーやってみる。ネットで賃貸。ネットで賃貸。オッケー。ドリエル。Good morning。ドリエルは寝つきを良くします。神経の興奮を抑え、良い睡眠をサポート。それがドリエル。いい目覚めはいい眠りから。誰かこのデータ見れる人は、はい、内心メラメラすることがあいつ独立するんだってよ、私だってできるはず。マジすごいっすね。変わるきっかけ、こっそりやって驚かせちゃう。増えるわ。ユーキャン The Power of Dreams。 Cause Uptown Funk don't give it to you。 Cause Uptown Funk don't give it to you。 Cause Uptown Funk don't give it to you。 Saturday night and we in the 好きなことやろう。 Don't believe me, just watch。 ピット。止まった場所っていうのは練習の時は普段全然もうミスったことないぐらいなとこだったんで、うん、かそう悔しいね。これがてっぺんなんですよ ね、うん、畑さんお願いいたします。私はねすごく好きでした。私ピアノを改めて体で弾くものだなってとても思いました。やはり下半身の力とかを全部使って弾いてるから、だからこの曲をそう言っては失礼だけどずっとブランクがあったのにここまでにできたと思います。さあでは長里さんの採点をお願いいたします。なお長里さんのミスは11回でしたので22点の減点となります。現在暫定3位の岡添さんの225点を上回ることはできるのでしょうか。さあ長里さんの得点は
そして一般審査員の得点を合計すると262点暫定3位です。暫定1位の松井さんはファイナルステージ進出決定です。ありがとうございます。そして優勝候補の2人が登場。圧巻の演奏を見せ、この曲を演奏する上でポイントとなるのが、曲中に跳躍し続ける左手の動き。中でも一番のポイントが17音のジャンプ。最後に訪れるこの難所が高得点の鍵となる。楽譜が読めない天才ピアニストはてっぺんを取れるのか。大雑把な私に綺麗なグラデオありがとう。まぶたベースの後に3色まとめて一塗り、ブラシで一塗り、絶妙グラデーションシャドウ、新色も絶妙。オーブクチュール、ソフィーナ。パパ、私に見とれてる？くつろぐ君がモロキューみたいだから。そんなに美味しくないよ。自分を卑下する癖、よくないぞ。好き。 1LD カートヨタのくつろぎスモール、ルーミー誕生。頑張れとは言わない、頑張ってたことは知ってるから。バランス栄養食カロリーメイト。この高さの挑戦です。いきまーす。あー、失敗、倒れ込んでいます。大丈夫か。やっぱりデレステやってたんですね。デレステやってたんですよ。リズム感はいいですもんね。リズム感はいいですよ。デレステでレッツリズム。バンダイナムコ。金麦75はなぜ75なのか、飲めばわかる。飲まなきゃ一生わかりません。75がうまいから。うまいし、オフだし、75だし。金麦75。本当だ。野菜どうぞ。マンボウは卵を3億個産むって知ってた？そうなの？コオロギの耳は前足にあるって知ってた？そうなの？今の家は東急リバブルで買ったって知ってる？知ってる！リバブル海外でも営業してるってママが言ってた。ママが？東急リバブル。どんなに重ね着したって温まらない私の足。困った。メディキュット、つま先あったかなら、つま先からじんわりプラス6度のあったかさ。サンキュッとメディキュット。当たり前に仕事して、当たり前に家事もして、褒められないのも当たり前。たまには褒めたんだ。変わるきっかけ、周りにいいねって言わせちゃう。こりゃいいねってか。ゆうちゃん、鶏肉の式年第1弾、1富士2個入りサンドバッグ、ナゲットとポテトもついて1080円。鶏でハッピー、やっぱりケンタッキー。え、嘘、マジで？超豪華キャスト集結、信長コンサート、月曜夜9時。平和な時代はいつか必ず来る。ハッピーフライト、明日夜9時。さあ、名村さん、はい、小松さんは楽譜が読めない良さみたいなのを耳でコピーしてそれを弾けるっていうのは相当すごいんですけど、人の倍ぐらいやっぱ練習しないとダメなもんなんですかね。いや、僕練習よりも聴いてる時間の方が長いです、はい、やっぱり。ああ、そうなんですか、はい、頭の中にやっぱイメージを作らないとやっぱり弾けないので。いや、もうとにかく小松君らしい、我々でいうところの彼 の、 そのロックな良さっていうんですか、ね、我々もアマチュアの頃は洋楽とかを耳でコピーをして、僕もベースをやってたのでベースラインを一生懸命探して耳でコピーしましたから。ただピアノとなるとね、なかなかやっぱりこう楽譜上の難しいところがいっぱいあるので。さあ、では小松さん、運命の演奏スタートです。
いつもの小松さんと違う感じはしたんですけど、相当震えが止まらないで緊張しました。ね、今もかなり震えてらっしゃる。そうですね。なんかいけるなって思ってたんですけど、そうですね。でもその中でも、ね、怖いな。怖いです。怖いですよ。怖いですね。前回チャンピオンがね、そうですよ、ね。ここまで震えるっていうことはね。この間とは全然違ってたよね、今日ね。この曲はね、あの大体ちょっと臭い曲なんで、こう感情を肩に込めたりさっと弾いたり、そういうその臭さが溢れた曲で、あとはそれにもう一つ演出したんで、ちょっと臭すぎたって言ったさあでは審査員の皆さん、小松さんの採点お願いいたします。なお小松さんのミスは8回でしたので16点の減点となります。現在暫定3位の永里さんの得点を上回ることはできるのでしょうか。